こんにちは、りょうです。今日はこれを食べていきます。熱波カレーです。私はこの熱波カレーという存在は知ってたんですけど、怖くてなかなか手を出せませんでした。今日はついにこの熱波カレーを食べる日が来てしまったので、頑張って完食に向けて本気で食べていきたいと思います。やるぞ。作っていきます。3から5分に湯煎します。完成しました。熱波カレー完成しました。この熱波カレーを食べたことあるという方や、他の YouTuber さんも食べられてたので、どれぐらいやばいか、かなりの激辛だというのは分かってたので、今日、命の水、飲むヨーグルト用意しました。めちゃめちゃ怖いです。でも匂いは本当に全然いけそうな感じがするんですけど、世界トップクラスの激辛唐辛子、広島産のキャロライナリーパー使用、食べていきます。よし、いただきます。うわー、これ一気にこう、痛い、これを普通に食べれるのすごい。激辛の YouTuber さん、美味しいって食べてるんですけど、すごい。無理だ、私では無理ですね。痛い。
皆さんご存知だとは思うんですけど、このキャロライナリーパーはハバネロの10倍の辛さがあるんですよ。ああ、ハバネロですらやばいのに、このキャロライナリーパーなんて、ああ、終わっちゃいますよ。広島は隣県なので、なんかちょっとなんとなく親近感というか食べる前から飲むヨーグルトで胃に膜を張ってたからかは分かんないけど、18禁みたいに食べてすぐ胃に来るような感じはないです。引きは辛みと痛みの引きは早い方かもしれない。最初の衝撃よりも大丈夫だけど辛い。ごちそうさまでした。熱波カレー完食できてよかったです。ハバネロの10倍以上の辛さの持ち主とも言われているこのキャロライナリーパーを使用した熱波カレーで、激辛好きな方はご存知だとは思うんですけど、このキャロライナリーパーは辛さを表す数値スコビル値が220万スコビルというヤバい数値の持ち主。一つ変えずに美味しいとパク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 食べてる方、本当にすごいなと思います。やっぱり私にはそれはちょっとできないですね。今日食べたこの熱波カレーは最後まで勢いガーッと食べることができたので、本当にやばい時は今までも嘔吐しちゃったりとかしてしまうこともあったので、今日はまだ完食できたのでよかったです。命の水の今日用意した飲むヨーグルトのおかげもあると思うんですけど、胃痛は今のところまだ大丈夫です。口内とか喉とかの痛みも結構引くのは早かったので、この激辛に弱い私でもなんとかチャレンジすることはできました。こんな近くの広島県でこのヤバい唐辛子キャロライナリーパーを作ってるっていうのを知らなかったのでびっくりしました。ということで今日のバルス、コバルス。最近 YouTube のコメントに激辛頑張ってくださいというコメントをたくさんいただきます。で、私もそれを見て頑張ろうと思ってとても励みになってます。ありがとうございます。正直私はコメントにも返信させていただくんですけど、激辛に強い方ではないので、ちょっとずつ私のペース、私のレベルにはなってしまうんですけど、皆さんに楽しんでいただけるように激辛チャレンジ、激辛にアタック頑張っていこうと思います。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。